にちは。アリン固形 YouTuber のアリ博士です。このチャンネルではアリの観察や飼育に役立つ情報を美しい映像とともに配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。この動画は前回配信のスイーツパウダープロ VS プロゼリー VS ミルクシュガーの続報になります。前回は黒尾アリで蜜餌対決を行い、ミルクシュガーが勝利しました。今回は黄色尻上げアリで蜜餌対決を行っていきます。我が家の黄色尻上げアリですが、11月も半ばに差し掛かりながら、その食欲は衰えることなく、蜜餌も肉餌もたくさん食べています。幼虫自体は黄色みを帯びた越冬幼虫になっているものが多いですが、女王アリ自体は産卵を続けているようで、幼虫の山がどんどん大きくなっています。マーカー1000匹を超えた黄色尻上げアリはどの蜜餌にたくさん集まるでしょうか。今日も最後まで動画を見ていただけるととても嬉しいです。では、蜜餌対決を実施していきます。まずは、黄色尻上げアリの C グループのマーカーが餌を食べる様子を観察していきます。上から順番にミルクシュガー、スイーツパウダープロ、そしてプロゼリーです。早速、マーカーたちが食いついていますね。ミルクシュガーには6匹ほど、スイーツパウダープロには4匹ほどのマーカーがいます。プロゼリーにはマーカーは滞在していますが、食べているマーカーはいないようですね。時間を置いてから、少し接写してみてみました。やはりミルクシュガーとスイーツパウダープロが人気ですね。どちらの餌も4匹ほどのマーカーが食べています。実はこの動画を撮影する1週間前にも同じ実験をしてみたのですが、その時はスイーツパウダープロがミルクシュガーと同じくらいかもっと人気でした。今回はほぼ同じかミルクシュガーの方が上という感じですね。一方プロゼリーにはマーカーは何匹か集まっていたものの、食べているマーカーはいませんでした。これまでも、我が家の黄色尻上げアリはあまりプロゼリーには指向性を示さず、ミルクシュガーを好んで食べていたので、この結果には納得です。続いて、黄色尻上げアリの A グループが餌を食べる様子を観察していきます。今回も同様に、上から順番にミルクシュガー、スイーツパウダープロ、そしてプロゼリーです。A グループでも早速マーカーが食いついていますが、C グループほどではありませんね。ミルクシュガーには3匹ほど、そしてスイーツパウダープロに1匹がいます。プロゼリーにはやはりマーカーが集まっていませんね。時間を置いてから、少し接写して見てみました。マーカーは、ミルクシュガーには6匹。スイーツパウダープロには2匹。そして、先ほどまでマーカーゼロだったプロゼリーにもマーカーが3匹集まって食べています。横に置いてあるのは、前々回動画で与えた、浜田屋チャンネルさんからいただいたミルワームのサナギです。中にマーカーが数匹居ついてしまったため、取り除くことができずに餌場に置いたままになっています。さらに30分経過して、ミルクシュガーに集まるマーカーが最も多くなりました。ミルクシュガーには8匹ほど、スイーツパウダープロには4匹、プロゼリーには時々集まる程度です。A グループは、ミルクシュガーが最も人気ですね。1週間前に実施した同じ実験では、ミルクシュガーとスイーツパウダープロが同程度でした。続いて、B グループです。B グループは、マーカー数が100匹程度しかいないので、あまり餌への集まりも良くないですが、左から順にミルクシュガー、スイーツパウダープロ、そしてプロゼリーです。ミルクシュガーにのみ、1匹が食いつきました。C グループに戻ります。C グループで、餌を与えてから1時間後の映像です。マーカーの数がこれまでよりも一段と増えていますね。ミルクシュガーには13匹ほど、スイーツパウダープロには6匹ほどのマーカーが食いついていますね。プロゼリーには全くマーカーが来ていませんでした。やはり、ミルクシュガーとスイーツパウダープロが人気なようです。
ミルクシュガーを並んで食べる黄色しりあげありのマーカーを摂写してみました。とても可愛らしいですね。この可愛らしさが、黄色しりあげありの人気の理由です。黄色しりあげありは、ほとんどのアリが冬眠に入る晩秋から初冬にかけても、このように餌場にマーカーが出てきて、餌を食べてくれるので、とても観察が楽しいです。さらに1時間後、スイーツパウダープロに集まるワーカーの数がミルクシュガーに集まるワーカーの数を上回っていました。ミルクシュガーは食べているワーカーは5匹ほどですが、スイーツパウダープロは8匹ほどいますね。前回、クロオアリが全く食べてくれなかったスイーツパウダープロですが、黄色しりあげアリは高い指向性を示すようです。スイーツパウダープロが不良品ではないこともこれで明らかになりましたね。まとめます。今回、スイーツパウダープロと、プロゼリーと、ミルクシュガーで、黄色しりあげアリの蜜餌の指向性を調べる実験をしてみましたが、黄色しりあげアリは、ミルクシュガーとスイーツパウダープロに高い指向性を示すことがわかりました。一方で、プロゼリーの指向性は低いようです。黄色しりあげアリの蜜餌の指向性は、コロニーや、季節やタイミング、元々の産地などで微妙な違いが出ることがあります。我が家のコロニーも、1週間前は、スイーツパウダープロの方がやや高い指向性を示しましたが、今回は、ミルクシュガーの方がやや高い指向性を示しました。なので、今回の対決は、ミルクシュガーとスイーツパウダープロを同率1位としました。今回の動画、いかがだったでしょうか？ミルクシュガーとスイーツパウダープロを蜜餌として与えていれば、黄色しりあげアリは確実に育つと思われますので、両方をローテーションで与えると、とてもいいかもしれませんね。どちらも、アリのエネルギー源である糖と、繁殖の源であるタンパク質や脂質を豊富に含んだ餌ですので、これらの餌を食べさせることで、コロニーの調子も良くなるはずです。なお、この動画で使用した、スイーツパウダープロと、プロゼリーについては、説明欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はそちらからお買い求めください。ミルクシュガーのレシピについての動画のリンクも貼っておきましたので、ご活用いただけるととても嬉しいです。この動画がいいなと思ったら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。また、チャンネル登録もお願いします。Twitter や Instagram もやっていますので、よかったらそちらも見てください。本日もご視聴ありがとうございました。